皆さんどうも、ひかりと言います。平成2年生まれで今年、24歳になります。フィンランド生まれ育ちです。今からちょっと自己紹介的な動画のシリーズを作りたいと思います。私がよく聞かれる質問について話したいと思います。今日はまず最初、なんで日本に来たんですかっていう質問です。ほんまによく聞かれるんですよ。多分外国人の皆さん一番聞かれると思います。もしかしたらわからない、そんな感覚です。私の母親がずっと30年前から日本人のペンフレンドがいて、いつもこうお菓子とかなんかおもちゃとかそういう日本のものを送ってもらって、そこがちょっと興味を持ったと思うけど、そういうなんかこう深い興味を持ったのが10年前くらいかな。兄ちゃんが結構オタクでよくアニメ見て、ほんでお兄ちゃんとすっごい仲良くなんで一緒に見て、今はそんなにアニメ見てないんですけれども、楽しくて、でお兄ちゃんがこういろんなアニメの、主題曲を探してインターネットで、これはもうずっと YouTube の前ですね。普通のアジカンとか、あとのピローズとかで、ガクトさん、一番最初はガクトさん聞いたの。最初はこうどうやろうなと思ったけど、結局すっごい好きになってガクトさんだからそっから興味深かったね。特にその音楽、ビジュアル系、今もちょっと聞いてるんですけども、その時はもうずっとビジュアル系ばっかりで、ゴスロリもやっててさ恥ずかしい。アニメはちょっと置いといて、ドラマを見るようになったんですよ。いろんなドラマ見てるから、今急に言うたら、GTO と極戦の、ドラマ版アニメも見てんけど、あとなんだろう、サマースのスタンドアップ、ごめん、スタンドアップっていうのかな、日本語で。とりあえずいろいろ見てるで。で、そう、やっぱドラマの中で、実際の日本を見ることができるというか、雰囲気とか、街とか、そして、で、たまたま、2005年、家族全員で、6人やで、大変やったわ。日本、よく失って、もちろん、そのペンフレンドのところ、神奈川、と東京、もちろん。んで、名古屋、ワールドエクスポ、ちょっと日本語の名前覚えてないけど、あったよ、愛知に。京都も行ってね、それぐらいかな。行って、その時は結構東京やっぱ好きだった。で、その時は別にどこかはまだわからないけど、どの町、東京か、京都か、名古屋か、大阪、広島、北海道。ねえ、わからなかったけど、なんかこの国のどこか住んでみたいなと、なんとなく思ったんですよ。なんとなく。だから、別に、せやな。なんか特にこう、音楽一応やってるけど、そのビジュアル系はやりたくないし、なんか特にこう、日本、の音楽やりたいのはないの。今はちょっと日本語で歌詞を
詩を書いてるんだけど、例えば人がね、漫画アニメは多分今頃は多分そういう漫画とかアニメが好きで、それを研究したいから日本に来る人が多いかもしれないけど、もう私はでもなんとなくなったのかな。だからなんで日本に来たのって聞かれたらすっごい困るで。きっかけが一応音楽、でもなんでやろう。なんとなく好きなんですよ。もちろん日本は完璧じゃないのはわかるけど、パラダイスちゃうの。でも、知らん、わからん。もう今のところは慣れて、こうやっぱ変わるよ人間が。最初の来た時のその目的とか、なんで日本に、その10年前なんで日本に行きたいと思っていたのか、もう今関係ないんです。今関係がなく、今は今ですよ。今そう、なんかなんで日本に来たというより、なんで日本に住み、なんかこれからも住みたいとか、なんで日本に残りたいと聞いた方がいいかもしれない。あ、でもそれもわからんな。なんで、とりあえず、それはな、よく考えてるのは考えてるけど、もう、ここがいいよ。とりあえず今は。あとは帰国するかもしれないし、また別のね、国に行ってしまうかもしれないけど、今はとりあえず、ここ日本にいたいわけです。